皆さんこんにちは、ディオプロスタッフの堀田光也でございます。今回はですね、ヒラメ捕食用ビーチウォーカーシリーズのラインナップとそのね使い方をご紹介いたします。こちらがですねアクシオン 30g のヘビー新規のペンシルになります。こちらがですねファルクラム 31g のヘビー新規のミノーになります。どちらもですねただ巻きで使う、これがですね基本です。ファルクラムはミノーですので大きくバタバタと動きます。アクシオンはヘビー新規のペンシルですのでゆらゆらとおとなしく動きます。活性の高い魚にはファルクラム、そうでない魚にはアクシオン、まあ、状況によってですねどちらが、まあ、適応するか分かりませんので必ず併用して、両方とも投げてみてください。そうすればどちらか反応する魚が確実に取ることができます。こちらがですねビーチウォーカーのフリッパー32g と 40g のメタルジグになります。後方重心ですのでまずね誰が投げてもよく飛びます。そしてね、底取り性、底取りがね非常に簡単で楽にできます。あとねこのねラインアイボディに対してですね下向きについてます。ですからねリトリーブすると下からね引っ張り上げるような形になります。スローリトリーブをねしてもしっかり底を切ってね、まあボトムから離れてヒラメのね釣れるレンジをキープしながら泳いでくれますのでよりですね誰が使っても釣れるね確率が上がるようなこれセッティングになってます。動きはねこのね、アイを中心にして左右にね規則正しくね、ロールとスイングするような形で動いてきます。この動きがですね、巻くだけでできるので誰が使っても簡単に釣れるようなメタルジグに仕上がってます。カラーローテーションなんですけどまず最初はですねピンク色、派手なねカラーから投入します。それで反応がない時は一気にですね地味なカラーにします。地味なカラーにすると魚に対するインパクトがね一気に変わりますので、反応を得ることができます。もちろんですねこのねナチュラルカラー使っても反応が得られないことはあります。そういった時はですねちょうど中間的なカラー、背中がねこう地味な黒ね、サイドがね派手な、ゴールド、ちょうど中間的なねカラーを投入して様子を見るとよろしいかと思います。ただ巻きですね、そこにすらない程度の速さで巻いてください。遅い、巻きスピードからスタートしてそこに当たる感覚がなくなるぐらいのリトリーブスピードで巻いてみてください。じゃあ次ちょっとね、ストップアンドゴーやってみます。ハンドルを 1,2,3,4,5 回巻きます。で止めて着底を待ちます。そして着底したらまた 1,2,3,4,5 はい止めて着底を待ちます。はい、これね巻き回数は5回じゃなくてもいいです。3回でも2回でも6回でも7回でも結構です。ご自分のねリズムに合わせて、巻き回数をまあ設定してください。次ねジャークアンドフやってます。キャストして着底待って糸引き回収して竿を倒した状態から振り上げてカーブホールして着底でラインを回収します。これがワンセットね。そして振り上げます、カーブホールして着底、糸回収しますね。これをねずっと足元まで繰り返すのがジャーク&ホールですね。まあ、フリッパーあるいはハウルフィッシュなんかね割と効果的なんですけども、着底からね糸の毛取って軽くね上方向にね
チョーン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 ってね、スイッチね、連続させてみてもよろしいかと思います。今はですね、紹介してきましたビーチウォーカーシリーズをね使って、ぜひですね皆さんもサーフの釣り楽しんでみてください。ご視聴ありがとうございました。